チュリーっす。本日はですね、福島にありますラーメン桜屋、急に見つけたんでね、ちょっとランチ行ってきます。なんかメニュー表、なんか結構めちゃくちゃ安くない？国味噌600円とか書いてめちゃくちゃ安いんだよね、桜屋さん。まあ、どんなもんか、なんかおすすめコースみたいななんかあったんだよね。なんかおじちゃんがなんか一人でやってるラーメン屋なんだけど、なんか俺はまあこれ、このコーンとこのチャーシュー増してね、ちょっとまずプースーからいただきます。うわー、こんな感じで食べていくんですね。まあなかなかね、なんか普通もやし、普通オーソドックスなラーメンだね。普通にうまい。なんかめちゃくちゃ感動するかって言ったらめちゃくちゃ感動はしないんだけど、まあ、普通だね。まあチャーシューもまあまあ柔らかくて、まあこの縮れ麺な感じかな。北海道でよくある感じだね。北海道ラーメンみたいな感じだから、まあちょっと食べ慣れてる感じのラーメンで、まあちょいちょいうまかったんだけど、まあそんな感じでパクパク食べてぎゅーす。で俺やっぱさ、本当辛味噌とか好きなんだよね、辛いラーメン。だからちょっとね、卵ね、なんか俺さ途中でさ、一味ありますかって、一味なかったのよ、胡椒とかはあるのに。したっけ、なんかさ一味なんかないってちょっとね、おっちゃんに怒られたんだよね。俺初めてだわ、一味ないって怒られたの。こんな感じで食べてくんだけど、そしてしまいにはもうラー油あるからラー油でもかけといてくれって言われてさ、ちょっとびっくりしたね。過去になんかあったんだね、このここのねおっちゃん、多分一味でなんかも問題あったんだろうね。まあ、こんな感じでパクパクね食べていくんですけど、いいね、最高だね。俺のひよこちゃんも輝いてるっしょ、いいしょ。このね、高知のピンクのおしゃれっしょ、いただきました、大切にして。で俺怒られたから、これラー油かけんねん、これ なんでラー油みたいな、胡椒とか他のあんだよね、なんで一味だけないのみたいな。ラー油ってなんかさ、あれじゃない、餃子にかける、イメージあったんだけど、まあいいかと思いながらさ、ちょっとまあまあラー油かけて、まあって感じなんだよね。まあそんな感じで、俺はねもうこの調子でね、キャリーバッグに乗って、全国いろんなあなたの街へどんどん行きますんで、皆さんも引き続きね応援の方お願いします。ちょっと上がる動画がちょっとね、ショート動画が最近多くてちょっと時間差になっちゃうんだけど、もう今ね寒いっしょ、もう今寒いんだけど、世間はこの時はまだ真夏だったから、ちょっと時差あるんだけど、そこはちょっとねご了承くださいということでね、これからもねバンバン更新していくんで、引き続き皆さんね、チャンネル登録や高評価だコメントなどねお願いします。まあ俺は残さず食べるがテーマなんで、これしっかりね食べて、はい、ごちそうさまでした。